ええこんにちはこんばんはええまあ農家と農編集でお送りしていますけどええマサトもこのメンバーズシップですかねまあチャレンジすることになりまして募集をしています聖書に興味のある方また聖書をまあ分からしくするということで私自身が二十歳の時にこのその前に予備校時代にその卒業生がギデオン協会の 新約聖書の日本語と英語版のをもらったのがきっかけでしたですね。三、えー、言ばん触れたのがこの、まあ、聖書ですね。三、えー、言ば触れたのが、えー、この、えー、倫,理倫理ですね。倫理の勉強で、えーまあえー、仏教、まあ、イスラム教ということで、えー、特にキリスト教では、その。 右の方法打たれたら左の方法かなそういう,う,いう,う学びがあってその見事も触れて、まあ、実際に、えーそのえー、今あ手元にありませんけど義ン教会の、まあ、そういう小冊子をきっかけに、えーまあえー、まあ沖縄にまだ沖縄その時は沖縄にいましたけど。 マクドナルでバイトしたときに、お友達に聖書ありますかと言って、えー、聖書をこのもらった、その、こそれ自体高額かなあーそういう、大学が、本堂に来て大学になったときには、またお友達に譲りましたけど、そういう聖書を、私も、えー、イエス様を信じる前は、その聖書をお守りしてましたけど、まあそういうことで、えー、この聖書を、 にえーえー、いろいろとお紹介してますけど、今度、このメンバーズシ,ョッ,プシップで、えー、募って、えぇ、ー、選手について詳しく、えー、メンバーズショップ向けに詳しく、していきたいと思います。えー、私自身、個人的には、私も進学校に行きたいという思いが、二十歳の時にありましたけど、えー、その、身胸ですね、身,身心が、あ でありませんでしたので、また再度勉強ですね。何回繰り返しても、えー、忘れてしまいますけど、基本的なことを勉強して、えー、聖書のについて興味のある方、また、えー に、ともに、えー、勉強を、そのメンバーに限っての、ということで、えーえー、スタートしていきたいと思います。えー、まあ、8人かなあ ?10 人ぐらい目指したいなと思っています、えー。今年ですね。来年の目標で2022年は、あ、メンバー数で10人を目指していきたいという思いでスタートしています。いろいろこの聖書も、えー、いろいろ私もあまり知識ありませんけど、口語訳 文語訳、また深海訳、そして2017年版ですかね、えー、ということで今、私も聖書を,を,を使っていますけど、普段,、えーえー、普段 <laughs> 使っていますねこれ、えー、普段使っているのがこのカバーありますけど、ちょっとカバーを取っていますけど、この聖書が深海訳で、えー、これはだいぶ何版ですかね、えー、裏に見ると、 おこれの聖書は第何版かな後書きにありますけど、えー、これはあ、えー、これは新海役の、うん、これは中型聖書で、えー、印象中海付きですね、えー、これは、えー、第,第2版発行2016年の第7冊ですので、まあ、命の言葉社会発売ですね翻訳は 新海約聖書刊行会ですね。えー、これは第,第2版発行ですね。1970年発行ですね。第2版ですね。第3版発行なってますけど、この聖書とまた、えー、この聖書も同じかな。あ,あえー、と、いろいろと訳のによって、えー、この、いろいろとこの、と、えー 訳がだいぶ使ってきても、これも同じですね。えー、選挙7 0第2版ですね。この聖書も同じで、えー、印刷が違いますと、これは第8冊ですね、えー。印刷が選挙区、同じで2版発行ですね。深海薬、えー、この使っています。また、まあ、聖書について、また、えー、いろいろとこの、このうん 勉強する上に、この有名ですね、えー、ヘンリーハあ、H ・ハーレ先生の聖書・ハンドブックとか、また、えー、この歴史も好きですけど、聖書・チリですね、えー、聖書・チリ、これも聖書・チリですね、えーまあ、だいぶ古いですけど、まあ、今の、まあ、現実は厳しいですけど、今のイスラエル情勢、そういう写真地図とかあ、なかなか。あ えー、再度は勉強していきたいと思います。えー、それとお、まあ、基本的な、えー、この、カラーの聖書の、これも、これは歴史、地図ですね。えー、それとお、この聖書パロ、パロノマですね。まあ、えー、大まかに、えー、そういうことを、まあ、えー、これは、聖書第7期に分けた救いの歴史ことで、まあ、その、 まあ基本的な考え方ですね。いろいろと考え方に違いのある方もいるか,かもわかりませんけど、アルファレット TE チャゃ、えー、想像からあ、えー、一章から何節もありますね。そういう、うん、聖書の基本的なことについて、えー、再度また確認していきたいと思いますので、えー、聖書のーこの興味ある、またメンバーになって一緒に。 勉強したい。またあ月に1回くらいはもしできたらそういうメンバーでライブ配信チャートもしていきたないなという思いがありますけど、えー、まだまだ試行錯誤ですね、えーまあ、いろいろ今まで動画で、えー、支援とか このまあこの概要ですねいろいろしていますけど「救、え、い、ー、の黎明」とかいろいろしていますけど今回、えー、メンバーを募って、えー、に向けに、えー、限定に少し彫、えー、り込んで、えーまあ、自分自身も勉強ですけど、えーまあ、進学に行ってませんけどまあ新婚生活70年、えー、教会生活70年、えー、聖書もともと 正しく分かりやすく、えー、自分自身の対面にもなる,なると思いますのでその発信することによって自分自身になるとなりますので皆さんこのメンバーに入って、えー、一緒に勉強していきたいと思います、えー、マスタートですマスタートのお願いでした新しく、えー、聖書に興味がある方聖書を学びましょうというコンセプト聖書が理解できやすいようにということでコンセプト コンセプトしてますので、えー、興味のある方はどうぞメンバー加入。えー、まあ,あ、この月に、えー、お茶代、お菓子代ぐらいの安い、えー、料金となりますけど、マサトのこの、えー、メンバーシップにご加入をお願いいたします。えーえー、マサトの YouTube チャンネルとマサトのこのメンバー,ーシップご加入をのお願いの動画でした。マサトでした。し